と鼻押さえさせてな。こんばんは。今日はあのクワトロの方で放課後フェスがあったんですけど、来てくださった皆さんありがとうございました。飲んでますよ薬。やっほー。放課後フェスめっちゃ楽しかった。なんか今日は STU で放課後フェスっていうのをやってて、アナシアシルさんありがとう。やっててですね、 STU って5個ユニットがあるんですけど、タケポンありがとう。イベントありがとう。5個イベントがある、ユニットがあるんですけど、その5ユニットが朝から夜まで、クワトロさんでライブをするっていうもので、でなんか投資券を買ってくださってる方は朝から夜までずっとライブを見たっていう方もいらっしゃいますか？スタジオだけ見たよとか、このユニットだけ見たよとかいっぱいあると思うんですけど、レイジンさんありがとう。そうそう広島です。ありがとう。大丈夫。でもよく考えたら朝から夜まで5時間以上ですよね。6時間とか公演を見ることになるから、投資券の人はすごいなって、ね、思いました。そうで今日は他にもそのライブ以外にも1階の特設ブースに、なんか STU のパルコのね特設ブースに STU のなんか写真とか飾られてあったりとかしてて、インスタ映えスポットが1階にできてて、キヨミありがとう、キヨヒロさんありがとう。でそこでトークをさせてもらったりだとか、タワーレコードさんでのねステージでおしゃべりさせてもらったりだとか、今日は本当に盛りだくさんな一日で、ファンの皆さんも一緒になんかずっと朝から夜まで楽しめる一日になったんじゃないかなって思います。味が棒になりそう。そうやな、ほんまやな。でなんか今日はそう全部5ユニットが見えてよかったです、ありがとう。5ユニットが揃うっていうことで、私たちはですね、瀬戸セブンの MC にちょっとだけお邪魔させてもらったりとかしました。私とみちさんと、さきさんとありちゃんさんとマリナさんで、瀬戸セブンと対決をしたんですけど、コバありがとう、一日中見てお疲れやったんですけど、ねすごかった。瀬戸セブンはいつもなんか対決系のものをやって、負けた方がなんか罰ゲームみたいなことをねよくやってるらしいんですけど、好きなっちゃう、やってるらしいんですけど、今日はスタジオ対瀬戸セブンで風船割り対決をねしたんですよ。めっちゃ楽しかった。っていうかなんか瀬戸セブンのなんていうんやろ、キャラの濃さがすごいすごいなって思いました。スタジオは結構なんていうんやろ、 MC の時間がほぼなくって、全部パフォーマンスに時間を費やすタイプのユニットで、なんか他のユニットとかマネージャーさんとかからも、スタジオ MC そんだけみたいなぐらい言われるぐらい、なんかMC とかであんま喋らずに踊っちゃうんですけど、瀬戸セブンの MC というか対決タイムがねめちゃめちゃ面白くって、
びっくりした。あ、いつもこんなに面白いなと思って元気もらえるなってめっちゃ思いました。で、裏からあのダンスも見てたんですけど、めっちゃパワフルで、そう、身長が高いメンバーとかも多くて、すごいパワフルで見ててすごい元気をもらいました。セットセブンから。そう、瀬戸マイクも見てたんですけど、そう、瀬戸マイクも見てたんですけど、瀬戸マイクも MC の時間すっごい長いんですね。びっくりした。やっぱそのユニットの特色をみんな生かしてやってるんだなと思って、他のユニットの公演とかは見ることはあんまりないから、すごい貴重な機会だなと思って、瀬戸セブンと瀬戸マイクとスタジオとこの3つは見れたかな。スタジオは自分が出てたんだけど、つらちゃんヘレポンです、ありがとうございました。この3つは見れたんだけど、あとは四国の時に私たちはタワーレコードの方に行ってて、チャートリさんの時にはね、もうクワトロの方にいなかったので、そう見れなかったんですけど、見たかったです。他のなんかチャートリはあれですよね、ソロがパルコのパルコさんから、広島パルコさんからお洋服を借りてやってたらしくって、なんか本当にみんななんか特色がすごいあるなって思って、面白かったです。あと1階の特設ブースにはなんかインスタ映えスポットみたいなところがあって、そう、自分の携帯ではね写真は撮れなかったんですけど、載ってるかな、なんかよくあるじゃないですか、写真の枠みたいなパネルがあって、その中に入って写真を撮れるみたいな、そういうところもあるので、皆さん広島に住んでる方は1階の特設ブースはね無料で見れるので、ぜひ見てみてください。そうで、タワレコードさんでは、タワーレコードさんではまあライブはできなかったんですけど、なんかトークショーみたいなものをやって、一番最後にみちゅさんがペダルと車輪と来た道のアコギバージョンを披露してました。そう、めっちゃペダルはエレキのイメージがめっちゃあったから、アコギで聴いたらめっちゃ切ない感じのメロディーになって、すごいいいなって思いました。そうだね、ユニット公演はね一人一人にスポットライトが当たる感じがあっていいよね。泣いてごめんね、感情ひどすぎてもうちょっと涙も鼻水も止まんないんですけど、気にしないでね、花粉症だから。こんばんは。そう、ずっと外で練習してて、そう頑張ってました。ペラルって言ってないよ、ペダルって言ってるの。キヨニーありがとう。ちょっとちなみに裏話を一つさせてもらうと、クワトロの楽屋からですね、ステージの映像がリアルタイムで見れるテレビがあって、みんなそのテレビを見ながら準備をするんですけど、そこでですね瀬戸マイクの時にですね、こうみんなこうパッて準備してたんですけど、抱きしめられたらがね、やっぱりみんなメンバー大好きなんですよ。抱きしめられたらがみんな大好きで、抱きしめられたらのイントロがかかった瞬間、みんなやっとったことを止めて、抱きしめられた見るよって言ってテレビの前にメンバーみんな集まってきてて、そうみんなで
抱きしめられたらのね、セクシーなダンスを見てね、そうみんなでヒヤッて後ろですごい歓声が上がってました。みんな抱きしめられたらの時だけ異常にテレビにかぶりついてね見てました。そう去年の春もねずっとティッシュで鼻かみながら配信してる。あゆみんさんのやばい、あれは中学生に見えないですよね、本当に見えないレベルでやばかった、セクシーさがひどいですね。花粉症めっちゃひどい、薬も飲んでるんだけどね、だからもう常に箱ティッシュ持ち歩いてます。なんかねあとね、そう私がね鼻水がやばすぎてマネージャーさんにちょっと鼻水やばいんでティッシュもらっていいですかって言ったら、尾崎まみさんのねSTU のティッシュ配りの時のティッシュをもらいました。そうゆらねティッシュ配りドラフト生やったことないんですよ。そうもう来てるのきつい、ドラフト生ティッシュ配りやったことなくって、ずっとやりたくってティッシュ配りをね、そうやりたいなとは思ってるんですけど、まだなんていうまだっていうか、まあ、ティッシュ配りの次がねなんかないらしくって、そう今日マネージャーさんに言ったんですよ、ティッシュ配りやりたいですって。そしたらなんか前回のやつはまだ暗闇のやつだから、まあ、余ってるんだけど暗闇だから配れないからって言ってて、だからその暗闇の次にもうティッシュやっちゃったから次何配ろうかってなって、なんかそれが思いつかなくってって言ってて、なんか確かにティッシュだったらいい感じに配れるけど、そうなんだろう何だったらいいのかな、ティッシュ配りなら確かに思いつくけど、ティッシュ以外のものを配るってなったら何を配ろうってなるよね確かに。チンジャーロース言ってくれたの、ハンカチはやばかった、あー飴、飴はめっちゃいいかもしんない、確かに飴はいいかもしんない、いい案だね、飴だったらユラももらうかも、結構たよちゃん確かに今の時期はマスクとかもねいいかも、いやチョコは配ってる間にね溶けちゃうからね、握手券は配れません、握手券配ってたらまあそらラッキーやわ、ステッカーとかでもいいかもしれないね、でも風を待つよろしくお願いしますっていうロゴをなんかどっかに入れないといけないんだろうね多分。そう尾崎さんのねティッシュもらったの、この赤ちゃん鼻水ついてるからやめた方がいいよな、カイロもありだね、ありなありな、なんか私よく スクランブルエッグ編集長のねツイートをね見るんですよ。でさ今日さ STU の放課後フェスのことをさつぶやいてくれてて、あつぶやいてくれてるって思って、でもどの方だったのかわからなかったのけんすごく気になった。
写真も撮っていただいてるのに何人かいらっしゃったからどの方がそうなのか分かんなかった。元気さん、なでなで、ありがとう。3月31日に STU48 2周年記念コンサートが広島で開催されるね。何その話、何ですかその話、何ですかその話とか言って、何の話よ、分かんない。何その話、公式サイトに載ってるよ。何だろう、ちょっと見てみよう。来月末、なになになに、ワルダーさん、ありがとう。本当だ。2019年3月31日に結成2周年を迎える STU48、 記念すべき日に STU48 2周年記念コンサートを開催することが決定いたしました。詳細は追って発表いたします。どうぞお楽しみに。場所、フェニックスホール。フェニックスでやるの。すごい、すごい、楽しみ、それは楽しみ。なんか全員のコンサートはチャリティーコンサート以来出たことないので、めっちゃ楽しみ、嬉しいですね。まだでも詳細は出てないんだけど、3月31日だって。みんな来てね。来てね。すごい、知らなかった。知らなかった。あ、ちなみにゆらのブログも更新されてるので、ゆらのブログも読んでね。あのフェニックス全体知らないでしょ。全員はね、そうだね、チャリティーコンサートぶりかな。リストバンドすごかったよね。すっごいさ、朝から人めっちゃ並んでたよね。すごかった。そんなにたくさんの方が並んでくださると思ってなかったから、もっとチェキ取ればよかったと思って。スタジオ公演来てくれた人、はーい。スタジオ公演今日行ったよって人、りょうぴょん、ありがとう。おー、試験お疲れ。はい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 。全然いない。スタジオ公演来てくれた人全然いないやん。もっとバーって来るかと思った。ちなみにじゃあスタジオ公演以外の公演に入ったよって人、はーい。
今日スタジオすっごいいっぱい人いたからもうちょっといるかなって思った。一番人が多かったらしいです、スタジオが。え、そうなんや。え、でもなんかめっちゃ本当に最近めっちゃね思ったことがあるし、当日券なんかあるの？え？当日券なんかあるんですか？スタジオは多分ないと思うけど、他のユニットがあったってこと？なんかでも最近めっちゃ思ったことがあって、そう、あのね、あのスタッフさんともね、あの話したんですけど、なんか STU はね、結構関西の方がね結構強い強いって言ってた。関西の握手が一番 STU 人来ることが多いよって言ってた。大阪とか当日券なんかあったの？え、そうなんだ、知らなかった。え、でも STU ね、なんか広島の握手の時よりも大阪の握手の方が全然多かったって言ってた気がする。関西自体が人が集まりやすいのかな、真ん中だから。そう、なんか STU 本当に大阪一番めっちゃ多いってスタッフさんが言ってた。そう、でもゆらもあの AKB さんの握手の方でも一番圧倒的に関西の時が多くって、そう、大阪の時が多くって、次の日東京の時にえっと思って、あ、全然やっぱり人が違うと思う、あの人の数がね違うなって思う。だけど大阪が行きやすいのか、みんな。じゃあ広島ちょっと、そうやな、関東から行こうと思ったらちょっとね遠いですよね。そう、ちょっと遠いかなとは思うよね、東京行く。いや、東京よりもね大阪の方が多いなってユラは感じる。真ん中だから集まりやすいのかな、大阪それは大阪見向きやすいな。九州で握手をするのが初めてなので、九州も楽しみ、めっちゃ。次のジワルデイズ、そう、大阪でねもっとコンサートとかしてみたいですね。握手会マイクの方が最高でした、ありがとう。青春18切符ってさ、広島から東京まで青春18切符使ったらどのくらいかかるんやろ。え、九州とか大阪とかでもなんかライブしたいなってめっちゃ思います。なんか他のユニットとかは瀬戸マイクとかはあの神戸とかで結構やってるじゃないですか。スタジオね、広島を進出したことがまだないので、スタジオもいつかできたらいいなって思ってます。りょうくん、12時間え、でも電車めっちゃ好きだからな、電車旅楽しそうだな。青春18切符使ってみたい。今日めっちゃ楽しかったな、ほんと。なんか朝から夜までずっと常に何かやってる感じで楽しかったです。そ
そう、花粉症なの。え、12時間全然行ける、全然行ける。なんかあんまね、電車旅とか移動とかあんまり苦な人じゃないんですよね。ああ、フォローありがとう。STA のゆらりんことゆらあかりです。ゆらりん、いろんなところにメンバー出没して面白かった。そう、なんか常にタワレコに行ったら誰かライブしてるし、常にライブしてるし、あ、タワレコじゃないや、アクアトルに行ったら誰かライブしてるし、タワレコに行ったら誰かトークしてるし、1階に行ったら誰かメンバー出てくるし、今日はパルコにいたら一日中暇がないぐらいずっとメンバーにね、会える、なんか特別な日だったのかなって思う。すごく放課後フェス楽しかったです。ユースさんありがとう。移動中は何だろう、なんかやらんといけんことをやりながら目的も果たしてるじゃないですか、移動してるから。そういうのがすごいめっちゃ好きで、なんか例えば覚えといけ振りのビデオ見とったり、メール書いたり、あとは YouTube 見たりとか、あとはテレビ番組とか普通にアプリで見たりとか、あとは何だろうな、まあ寝たりとか。スタジオ公演、来てほしい。なんかね、最近めっちゃね、ハマってる番組があって、そう、なんかいつも TVer っていう、なんかテレビ見逃し放送みたいな携帯のアプリがあって、それでいろんなの見るんですけど、めっちゃ見てる。レイトン教授も見てるし、逆転裁判も見てるし、相乗りとか、なんかそういうのを見てる。テラスハウスとか 見てる。なんか面白い、そういう相乗りとかテラスハウスとかつい見ちゃう。メドレー良かった。あ、そう、なんか今日は5ユニット全部公演があったんですけど、なんか放課後特別フェスということで、そのグループの何て言うんやろな、特色を生かしたなんか MC だったり、まあ、対決だったりとかをみんなしようって、瀬戸セブンがそのスタジオのメンバーと風船割り対決で風船を割ったりとか、あとは、瀬戸セブンの次は、スタジオは、あれです。メドレーをやったんですよ。そう。他のユニット、4つのユニットの1曲ずつ4曲をね、メドレーにして踊りました。どうでしたか皆さん。瀬戸マイクのハッシュタグ好きなんだから、ショーファイト、瀬戸セブンのショーファイトから、四国の黒髪少女から、チャーミングトリップの遠距離、遠距離ポスターをやりました。そう、なんか他のユニットの曲をスタジオがやらせていただくっていうことで、キレキレに踊れるようにみんな気合い入れて頑張りました。みんなバキバキに踊ってたでしょ。なんかショーファイトは多分じゃんけん大会、じゃんけんユニットじゃんけん大会で
1回やったことがあるのかな、みんな。多分自分はじゃんけん大会見るの、あの出れなかったから踊ったことないんだけど、なんか何人か踊ったことあるメンバーもおった。あとはハッシュタグ好きな、ハッシュタグ好きなんだ。さタグ好きって略すのを今日知った。今日カノンさんがタグ好きタグ好きって言ってて、何の話してるのかなって思った。ハッシュタグ好きなんだのことだった。タグ好きって略すんですよね。なんか私たちはなんかドラフトの時に第三次審査のオーディションの課題曲がなんかハッシュタグ好きなんだだったんですよ。だからハッシュタグ好きなんだをみんなで踊って、なんかダンス審査を超えた人がなんか歌唱審査に進めるみたいな。そうだけん、ハッシュタグ好きなんだはね結構思い入れのある曲です。楽しそうだった、めっちゃ。え、タグ好きってメンバーめっちゃやってる。なんかさっきさんも言ってた、タグ好きって。え、ね、初めて初めて聞いた。私もね、え、タグ好きって略すんですかって言ったの。そう、そしたらえ、そうだよみたいな、もう普通だよそれがみたいな感じでね言われてね、あ、そうなんだって思ったけど、そうやって略すんだと思って。何を助けるんですか？どうやって助ければいいんですか？そう、花粉症。え、ショーファイトめっちゃ楽しかった。え、でもあの一部がセットセブンで、その楽屋の裏からショーファイトを見てたんですけど、セットセブンのショーファイトめっちゃかっこよかった。めっちゃかっこよかった。ストセブンってさかっこいいよね。私あのココアさんのダンスも好きだし、そうマイハさんのダンスもめっちゃ好きだし、アーチャーさんもかっこいいし、めっちゃ見たいところがたくさんありすぎて。鈴鹿鈴鹿系は未だにフルで言えないわ。ゆらもそう、タグ好きって言うんだって。だからみんなタグ好き使ってない、今度から。最高会めっちゃ盛り上がるよね。初握手ありがとう。みんな、ヨエナミーナちゃんのショールームカウントしてあげてね。ラストアイドル2期アンダーのヨエナミーナちゃんのショールームをカウントだけでもお願いします。ゆらに星投げしなくていいから投げてあげて、そっちで。なんかイベント始まるっぽいって。明日からなのかな。ゆらに星投げしなくていいから投げてあげて。え、違うの、私今日あーちゃんさんにめっちゃね惚れかけ、こんなことを言ったら許されないけど、こんなことを言ったら許されないけどね、あーちゃんさんに惚れかけたの。もうやばかった。なんか今日その風船割り対決をねやったんですよ。セットセブンとスタジオで、でやった時に負けた方がなんか激辛のお茶を飲まんといけんみたいなやつだったんですよ。で5人分用意されてて、で瀬戸セブンが結果的にはね負けだったんですよ。ちょっと誰もカノンさんに言わないでね、カノンさんにこの話言わないで、言わないでね。で
結果的にね負けだったんですよ。その時になんかめっちゃ激辛のお茶が5人前用意されてたんですけど、セットセブン7人じゃないですか。でも今回ゲームに参加したのが5人で、 MC にあーちゃんさんとまいはさんが回ってたんですよ。だから5人分しか用意されてなかったんですよ。そしたらファンの人がね、 MC も飲めよみたいな、連帯責任だろうみたいなことをね言い始めたんですよ。であーちゃんさんとかが用意されてないしみたいなね感じでね言ってたんですよ。でもなんかその後にあーちゃんさんがねこう5個分のねお茶を全部1つのコップにまとめてね、すごい量だったの、このくらいはあったと思う。おじゃあもうなんか責任感じたんで1人で全部みんなの分飲みますって言って、全員の分をねあーちゃんさんが1人で全部飲んだんですよ。マジでねかっこよすぎて、なんかもうそういうところがもうかっこいいなってすごく思いました。すごい。だってなんか私あーちゃんさんのそういうところめっちゃ好きで、なんか前も妹の収録の時に、妹の収録の時になんか120キロのボールをキャッチするみたいな、機械で出されるボールをキャッチするみたいな企画があった時に、みんな怖いからあんまりへーみたいになるじゃないですか。でもそういう時にあーちゃんさんが率先して藤原やりますって言ってやってくれるんですよ。でなんかそれの威力が強すぎて、あーちゃんさんが顔につけてるなんかこのなんてやろ、防具みたいなあるじゃないですか、顔にボールが当たらないようにするやつ、そこにボールが一回当たってそれが壊れたんですよ、バーンって。もうそれがみんな怖すぎてメンバーもなんか泣き出して、でもあーちゃんあーちゃんやめんねみたいな、もうみんな泣き出してたんですよ。でもあーちゃんさんがもう全然大丈夫なんで、すいません次は絶対取るんでお願いしますみたいな感じで言ってて、いやなんかもうそういうところかっこいいと思って、コバありがとう。そうなんかそういうところがなんかあーちゃんさんのなんかなんて言うんやろ、こう頼れるリーダー感というかめっちゃあるなって思う。なんか弱音とか文句とか全然吐かないし、あーちゃんさんそうなんかかっこいいなってすごい思います。あーちゃんさんがいてくれると安心感がもう100倍ぐらい違うそうでも別に私は惚れたわけではないので、かっこいいなとは思ってるし、すごく憧れだしすごく大好きなんですけど、決して惚れたわけじゃないので、これをカノンさんに皆さん報告するのはやめてください。本当に変なことを言ってね、悲しませないでくださいカノンさんを単に今日の公演で改めて素敵だなって思ったっていう話のだけなんで今日外でゆらちゃんのトーク力にとっても感動して、ありがとう。あ、聞いてくれてたの。寒かったでしょ。違う、狙ってない、本当に言わないで本当に言わないで。悲しい思いしたら嫌じゃん、カノンさんが。別にそういうわけではないのに、だから言わないでね。え、違う、怖いからとかそういうんじゃなくって、なんかだってみんなさいいように言うじゃん、なんかそうやってさみんなさメンバーをいじるのが好きだからさ。でも本当にそれで悲しいって思われたらさ、そういうつもりないのにさ、こっちはそれで伝わったら嫌だなと思って。あーちゃんにあちゃさんに、あちゃんにしか言いません。あちゃさんに言うのは全然いいですわお、タコおびけお
やば、すごい、タコ祭り、タコ祭り、ありがとう、タコ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 たこ焼きができるね、こんばんはありがとう。これタコタワーなの、もしかしてうそー、ゆらタコタワー初めてもらった、タコタワー初めてもらった、スクショしよう。あー、なくなっちゃった、タコちゃん、ショック、タコ漢字にするあたり急押しが、タコタワーありがとう。やば、クマさんタワーはもらったことあるけど、タコさんタワーは初めてもらった。初めてじゃないかも、なんかタコの絵描いた気がする。タコの足が何本か分かんないんだよね。タコタワーやば、真っ赤っかだったね。本なの、1,2,3,4,5、もう5本で書いちゃったもう5本で書いちゃった、ごめん、5本で書いちゃったわ。もうオクトパス、縁起物なの、タコって